はい、皆さん、こんにちは。モンキーダイラブチャンネルのミスターイスです。えー、今回は、えー、ご覧のとおりですね。あのー、画面録画ができております。今までは画面を直接撮ってたんで、指が見えてたんですそれが見えない状態になってます。今、どうなってるかっていうと、これですね。AZ スクリーンレコーダーっていう、これを使っています。で、まあ、これどういうアプリかっていうのを今回は紹介していきたいというふうに思います。えー、まず、えー、ご覧のとおり、普通に画面録画できて、えー、っと、 この、ここですね、録画コントロールって書いてあるところね、わかると思うんですけど、線を書いたり、えー、一時停止とかしたり、えー、することができて、まあ、ですね、こうやって例えば YouTube 適当に開いて、うん、自分の動画をですね、適当に、これとか見ますよね。 皆さん、こんにちは。モンキードラブチャンネルのミスタースです。今回は、モンスターストライクの獣神祭が、という感じで、まあ、ちゃんと音声も入るので、ね、ゲーム実況にも向いているという感じです。で、えー、さっき見た通り、一時停止ができるんですね。で今、一回一時停止してみます。はい。えー、こんな感じで、パッと。 まあ再開ができるということで、まあゲーム実況とかね、中だらだらしてるときカットとか一緒にで,できるのでいいと思います。で、今僕が使っている AZ スクリーンレコーダーは、えっ、ー、と、プレイストアでえやることができまして、えーこえー、今 AZ スクリーンレコーダーって調べると、この一番右上のとこに出てくるという感じになっております。で、まあ、他にもね、画面録画をね、 あの、できるアプリは結構あります。で、全部無料、で無料のやつばっかりなんですけども、えー、スクリーンなしレ、スクリーンレコーダーなし、エアショースクリーンとか、いろいろあって、まあえー、アンドロイドしかこれはできないんですけども、アンドロイドの、えー、タブレットだと、まあ、簡単にね、画面録画をすることができるという感じになっております。で、自分が作った動画は、えー と、多分カメラのね、ところの、えー、ファイルに転送されてると思うんですよね。今、ここに AZ レコーダーフリーって書いてあると思うんですけども、まあ、えっ、ー、と、それを押すとこうやって、まあ自分の動画を見ることもできます。YouTube 開くよ、えー。ここで。という感じで、まあ見ることもできると。 で、それを YouTube にアップすることもできるという、とても便利な、えー、やつになっております。で、ぜひぜひね、皆さんもこの AZ スクリーンレコーダーをね、インストールして、まあ、ゲーム実況とか、 まあ、使ってみてください。えー、以上、ミスター S でした。えー、もし参考になったらね、えー、まあ、高評価とか、チャンネル登録、それから、まあ、もうちょっと質問とか、不満とか、アドバイスとかあったら、えー、ぜひぜひコメント欄の方に書いておいてください。以上、ミスター S でした。